はいどうも、おもちもちもちももちです。今回は僕の学生時代をざっくり振り返ってみます。投稿を始めたきっかけとか、なんでこの業界に興味を持ったのかとかまとめましたんで、皆さんの参考になれば幸いです。小学校ではかなりの人見知りでした。3年生くらいの時にめっちゃ明るい友達に出会って、だんだん心開けていくんですけど、ミッケとかウォーリーを探せとかみんなで見るのしんどくて、ずっこけ3人組50冊図書室と市の図書館行ったりして全部読んでましたね。 M1 グランプリ2007年のトータルテンボスさんがめっちゃ好きで、似た風貌にスキマスイッチさんがいて、全力少年とか聞いてましたね。中学校で性格が明るくなって生徒会長になったりしました。2008年に M1 でオードリーさんがブレイクしたんですけど、オードリーさんのフォーマットを真似して生徒会のイベントやったりしてて、今考えたらしばき回したいですよね。この時生き物係さんにハマってたんですけど、吉岡清江さんのオールナイトニッポンがあることを知って、そこからオードリーさんもやってるんだってなって、ラジオを聞く生活が始まりました。オードリーさんの未来辞典のコーナーで土屋隆之さんが無双してて、その文面を学級通信で先生に書いて渡したりしました。成績は悪くはなくて、実力テストも400から450点の間とかだったんで、めちゃくちゃ変態みたいに思われてましたね。高校は自称進学校的なところに進んだんですけど、ああいう学校って予習復習大変で、作業っぽくなるときによくラジオ聞いてやってました。クラスのサッカー部の陽キャ集団についていけなくて尖り倒してたらいじめられたんですね。で、俺の方が面白いに決まってんだろって思って、登校とかそういうの始めて、養成所も入ろうかって迷ったんですけど、視野広げるとか他にやりたいこと見つかるかもしれないっていうモラトリアム期間的な感じでセンター試験受けて、学費もかからないように行けるレベルの国公立大学に進学する感じにしました。大学出た時にもし何かお笑いに関わる仕事に行くんだとしたら、なんかそういう発想力を鍛えた方がいいなって思ってて、そしたらたまたま引っ越した初日にアルコ&ピーさんのオールナイトニッポンの一部初回をやってて、そこにめちゃくちゃ送りました。半年くらい全然読まれなかったんですけど、数めちゃくちゃ送ってたら読んでもらえるようになって、1年半後に番組終わるんですけど、番組の中の採用数で2位の枚数だったそうです。それと並行して他の ANN 系列の番組とか送るようになってました。で、就活の時期にやっぱりどうしてもお笑いの世界見てみたかったので、親とは相談しながらだったんですけど、養成所に入れさせてもらうことにしました。部室から家から教習の車の待ち時間からいろんなところでメールを送り倒していた記憶があります。ざっくりとまとめるとこんな感じですね。本当にもっとお笑いに携わることを見据えていたのなら、ネット伝いでもいいから何か番組との運営に関わることを学生時代に探してできたらよかったのかなと思ってます。オンラインサロンとか今だったらあると思うので、そういうのも調べて興味ある方は学生の間に関わっておくと効果的かもしれません。この後養成所を出て芸人の肩書きを持ってから僕は作家として活動していくんですけど、それに関してはまた次の動画でまとめていこうと思いますので、引き続き学生の皆さんの参考になったら幸いです。チャンネル登録とグッドボタンをいただけると励みになります。コメントやメールで質問を受け付けているので、よければ送ってください。それではまた動画上げたらお願いします。